九州の玄関口、福岡県北九州市。海と山に囲まれた自然豊かな環境の中にありながら、見るもの、遊ぶもの、食べるものと、そこには個性あふれる魅力がたくさん詰まった町。そんな北九州を今回旅するのは中上麻子と小雪。プライベートでも仲のいい2人が巡る北九州の旅、ふわ旅、大人女子の休日。ようやくお顔が拝見できた門司港駅、おしゃれだね。ほんと色合いとかね、ほんと雰囲気出てるよ ね。この絵だけで見たらちょっとこう海外に来てる感じもあるくない？今一つのもう本当に観光スポットになってるっていうね。そうですね。これ、クルージングをちょっと体験させてもらいましょう。皆様の前方ですね、今ちょうど橋が開いておりますが、こちらはブルーウィング門司といいまして、日本で唯一の歩行者専用の羽橋となっております。気持ちいい。あ、外いいね。最高だ。あ、すぐ右手にやってきたよ、関門海峡。かっこいい。すごいね、さすが立派ですよ。門司港レトロの新しいフォトスポットをご紹介。この中に女子がときめくとあるものが隠されているそうなので、はい、レンガに。そうなんですよ、ちょっと探してみてください。かわいいね。かわいいよね、これ。ラブリー。これは見つけたら幸せになれるかも。北九州市の小倉城周辺はかつては城下町として栄え、今もなおその雰囲気を残す小倉の中心部。大型商業施設が立ち並ぶ傍ら、一歩路地へ入るとノスタルジックな空間が広がります。小倉に来たら立ち寄りたいのが北九州の台所といえばの旦過市場。うわ、すごい人だね。やっぱいろんなお店屋さんがあるから見てて楽しいよね。ね、右に左に所狭しと並んでるよ。この旦過市場の脇に路地を見つけた2人。看板には新旦過横丁の文字が。一本入ってみましょうか。ね、昭和レトロの街って書いてありますよ、ね、行きましょうか。あらららららら、らすごい。この路地はすごいんじゃない。あ、すごい、こっちもあるよ、通りが。なんだここ。なんかすごい歴史も感じるし、本当昭和のセットみたいな、ね、だってすごいよ、上とかね、換気扇。わー、なんか営業中、かわいらしいお店。いい。何の生き物なんだろうこれ。猫じゃないの。ちょっとじゃあこのお店にお邪魔します。二、はい、人が見つけたのは猫のイラストがかわいいカレーショップ、あらた。すごいね。ちょっと中見さん、はい、大人女子にぴったりだわ。お皿が、あ、ティファニーのティーが。これそういうことか。ティファニーですよ。おしゃれだね。すごい、これはちょっと写真撮りたくなっちゃうよ。んうまい。辛い辛い辛い。うまい。コクがあるんだけど辛さのパンチもありつつ、ほう、このカレーのスパイスのいい香りが口の中に広がって美味しい。うん、あー、たまらない、幸せだな。いや、これは最高でございますよ、ね、若松と戸畑を結ぶ若戸大橋。建設当時東洋一の大吊り橋と言われた深紅の吊り橋は、今もなおレトロな街並みを演出する洞海湾のシンボル。映画やドラマの撮影にもたびたび登場する人気のスポットです。この若松エリアにある雑貨店おきにこっと。ちょっと何この世界、たまらないじゃん。ほんと可愛い空間だね。めちゃくちゃ可愛いね。なんか
こう彩りもさ、はい、グンとくるビビッドなものだったり、うん、なんかこう海外ならではの色味だったり、本当電球もあるよ、かわいいね。これ何、もしかして、え、ハンモック。そう、ここはハンモックに揺られながらカフェタイムも楽しめるんです。あ、なんか包まれちゃった、あら楽しいね。なんかもうこれだけで癒されるんですけど、ハンモックに座りながらじゃあここでコーヒーをいただいたり、そうです、できるってことなんですか、はい、いや、なんて癒される空間、ねえ、美味しそう、いただきます。あ、バームクーヘンってあったかい方が美味しいんだね。へえ、ふわふわ、すぐ溶けてなくなっちゃう。ほんのりした甘み香りとこうしっとり感を満たしてくれる感じ、うん、揺れながらこう食べるっていう新感覚な食べ方だね、うん、新鮮な食材の宝庫、北九州市。中でも今小倉をはじめ北九州で話題になっているのが江戸前ならぬ九州前寿司。そのお寿司をいただけるのが商店街から一歩入ったところにある寿司朝海。お店は大将の朝海さんがこだわったわずか5席だけのカウンター席のみ。北九州といえばの九州前寿司っていうのはどういうものを言うんですか。あの塩と、柑橘類ですね、かぼす、だいだい、すだちなどを使って食べるお寿司がメインになります。でもう醤油とかもほとんど使わなくて、魚のこう掛け算ですね、イカにウニを乗せたりとか違う種類の魚の油を合わせてみたりとか、そういったこう掛け算で、仕上がるお寿司です。今手につけてらっしゃるのは、あ、これがですね、はい、赤酢です。うわー、赤酢で、シャリも赤酢の、はい、シャリも赤酢ですね。本当だ、赤酢とあのお米の酢をブレンドしてます。へえ、あのわさびでなくて柚子胡椒で握ることが3分の1ぐらいですね。柚子胡椒で握りますね。へえ、九州らしさをもうやっぱりとことん出したいので。最初乗っちゃうんですか。すみません、ウニだけですね。今日が宮城県のなんですね。いや、もう全然すいません、乗っちゃー。北九州のがですね、はい、5月から解禁になるのでちょっとその間だけ。え、それ下はムツですか。あ、下ムツです。ちょっともう、うわ、見た目に力がありすぎて本当失礼ですけど、大将の言葉が入ってこなくなるぐらい美味しそう。聞いて、いただきます。ムツもですね、今熟成が今5日目で、うん、それでかこのしっとりねっとり感もものすごく美味しいですし、この鼻から抜けるそのウニの香りがまたいいですしね。こだわりを見せる九州前寿司、一つ一つに大将の技術が光ります。すごい、最後の柑橘のこの、うん、ちょっと後半になってくるとちょっと僕たちのことも感じてって言って残っているよ ね、 ね、爽やかな感じがね、いい感じで過ぎていく、進みますね。あら、美味しいです ね、 ね、ちょっと大人女子なんでゆっくり行こうと思ったんですけどちょっと無理みたいです。進んでますね。お腹がいっぱいになるとすっかり外は夜、そこで北九州の夜景スポットの一つ高遠山公園へ。うわー、これは綺麗だね。すごいね、美しい。長崎市、札幌市とともに日本新三大夜景都市に認定された北九州の夜景スポットの一つ高遠山公園。あれ、若戸大橋だ。わー、綺麗だね。ねえ、真っ赤に輝いてるよ。夜の北九州も最高じゃないですか。綺麗だね。いやー、これは最後の最後まで大満喫でございますよ、うん、ねえ、うん、いい旅だったな。いい旅でしたね。楽しかったね。またすぐ来たいね。また二人で来ましょう。ねえ。